おはようございます。ありがとう、ジョークも。うん。女が結婚できない理由は、でもそれくらいらしいわ。ふーん。え、なんでできないんだろう、祭りは。なぜみんなにできないって言われるんだろう。できるじゃん。できないんだもん。でもって言っちゃった。よいしょ。やっぱり理想のシチュエーションのせい。なんで臭いこと言われたいっていうのがやっぱダメなの？臭いこと言ってほしいのっていうのがダメ？それ？顎食いとかされたいけどね。キザのセリフとかめっちゃ言われたい。壁ドンも、まあ、時飛ばだけどされたいよ、その時が来たら。なんか壁ドンっていうか肘みたいな、こう分かる？この肘らへん、腕でこうやってもっと距離が近いやつ。でもなんかこう、なんだろうな、俺様系じゃなくて、普段装飾系だと思ってた彼が、こうさ、なんかこう、嫉妬で、ドンってやってきて、ちょっと涙目になりながら、ごめん、嫌だった。って言ってからチューしてほしい。あーってなる。よくない？ごめんねってなる。うん。始まった。いいじゃん。いいじゃんね。いつもの。ね。いつものって言わないでよ。ねえ。妄想タイム入ります。もうダメだ。もうこうやってさ、祭りは真剣に言ってんのにさ、みんなバカにしてくるんだ。けだけん、ふんだ。知らないもんね。ふんだ。ふん。うん。いいじゃんね。そういう妄想しても。してよ。してくんないのかな。でもね、なんかね、他の女の子とかに話してもね、そんな男いるわけなくないって言われる。わかんないじゃん。いるかもしれないじゃん。うん。おらんのは確か。理想と現実が噛み合わない。うん。別に男の人じゃなくてもいいんだよな。女の子も好きだからさ、別にどっちでもいけるからさ。めちゃめちゃ可愛い女がいたら教えて。うん。めちゃめちゃ可愛い女。うん。顔がいいっつって。顔がいい女好きなんだよね。だからさ、コスプレイヤーさんとかにさ、顔がいいって送りがち、リプを。見たことあるかもしれないけどさ。あ、顔がいいなって送ってない？見たことある人いる？全然、ね、そうそうそう。リポ送っちゃうんすよね。
コスプレイヤーさんとか軽率にフォローしちゃう、顔がいいから。そう、タイムラインに顔がいい女たちが並んでるのを見るのが好きなんだよね。あ、そう、冬子のさ、そうそう、コスプレ見た、あれマジで顔がいい、顔が良すぎて顔がいいって送っちゃうもん。顔がいい、可愛すぎ、好きみたいな。うん、そうそう、マジでよかった。優勝だよ、顔面優勝、国際、もう何、国際的に守った方がいい、あの顔は、うん、国家遺産、あの顔面が。人間国宝、あ、それそれそれ、本当に本当にそれ、すごい、顔面が国宝級、優勝、うん、祭りに見られるために生まれてきたんじゃないかっていうくらい可愛い顔。女の子可愛いよな。可愛い子見るの幸せ、わかる。ルーナもね、ルーナ可愛いからね、ルーナ好きなんだよね。ルーナ可愛いよね、ムカつくけど可愛いんだよな。なんでムカつく。ルーナに可愛いっていうの、なんかね、なんかね、調子乗るもん、あいつ。まつりちゃん先輩、ルーナのこと可愛いって思ってるのらーとか言ってくるから、別にって。うん、そう、調子乗るから。まあ、ルーナ好きだけどね。ルーナにさ、なんかルーナさ、あれなんだよ、自分から連絡、え、なんでもないわ。クソ、ムカつくなこいつ、マジでムカつく。ルーナっていう女はやば。ルーナ配信見てんのかな。ルーナの話したじゃん今、見てんのかわかんないけどさ、ルーナ向こうから連絡してこないくせに祭りがしなかったら怒るんだよって言おうと思ったらさ、今本当に14時18分に、祭りちゃん先輩、今日の2周年配信頑張ってなのら、楽しみにしてるのらって送ってきやがった。ムカつくわ、こういうとこだよね、こういうとこだと思う本当に。あの女はさ、絶対見てるじゃん。うん、変えそう、こういうとこなんすね、ルーナ。別に嬉しくないけど。そろそろ準備しよっかな。めっちゃニヤついてる。いや、ニヤついてないよ別に。3000回愛してるぞー。